旧北国街道沿いに佇む古い町屋で九谷焼の技術を学ぶ研修生たちの作品展が開かれました。一生懸命作ってらっしゃる、ね、若い方のぜひ見たいと思いまして、あの斬新っていうか奇抜っていうかね、やっぱり若さがあるなと思いますね、うん、まだ1年ちょっとですよね、この子たちはね、大したもんだなと思ってます。ゴールデンウィーク、九谷焼の里で開かれた小さな作品展でどんな出会いが待っているでしょうか。かつて九谷焼の貿易商だった築100年の古い町屋で開かれた作品展。九谷焼技術研修所で学ぶ5人の研修生たちの作品が並びました。前からこういうイベントが毎年のようにあることをお聞きしてたんですけど、今年初めて寄せていただきました。あのモチーフにしてらっしゃるそのものとか描かれてる絵とか、そんなものがやっぱり若い感性があって、でこの建物も素晴らしいので楽しいです。会場では5つの作品を探し出すスタンプラリーも。あと何個、あと3個探します。見るだけじゃなく九谷焼に親しんでもらいたいというのも若者らしいアイデアですよね。ゴールデンウィークなので、まあ、妻の実家に帰省、茶碗祭りもちょうどやってて、あのよかったなと。会うたびに成長してるね、孫は。もう可愛くてしょうがないね。ちょっと豚耳豚耳ありますので。豚耳そんなこと言う。何を研修生に誘われてきたという夫婦、九谷焼の職人さんでしょうか。いつもね、研修生とね、あのクアハウスで一緒に泳いでるんですよ。健康センターつながり。そうそうそう。ちかちゃんのさ、本当だ。その誘ってくれた研修生の作品がありました。これが一緒にあのプールで泳いでるあの大阪から来た仕事人さんの絵なんですよ。ね、仕事まで辞めてね、これに、ね、人生をかけてるんやからすごいわ。作品からあふれる彼女たちの思い、そんな作り手のエネルギーを感じたいという人も。あの若い人はこう感性をいただくって、私劇団作ってますんで、常に若い者とあの接触してないと、なんていうか、あの同じ形にはまってしまうんで、こういろんなもの見て、例えばこう沢ガニだと、なんで沢ガニ描いたのかお話ししながら、自分のなんていうか心の財産にしていけたらいいなと思って。進化を求めて自分磨き、訪れる人たちの目的は様々です。九谷焼の技術を教えているという研修所の先生の姿もありました。自分が持った課題とかロビーに展示している課題は見てるんですけど、そうじゃない課題もたくさんあるんで、みんながどういうことをしてるのかっていうのがすごい新鮮で、そうですね、なんか完成度で言ったらまだまだだと思うんですけど、みんなの小さなひらめきとか思いつきがそこここにあって、そういうことが重なって、まあ、大きく成長するんだなって思ってます。最後に出会ったのは研修所の OB という男性。ここで行った作品展にも参加したそうです。何年か前だったか、ここの今の企画と同じようなことを自分もしまして、毎年気になって見に来てます、はい。当時自分も作ってたものとかも、課題で作ってたものとかもありますし、
その同じ課題で違うものが出来上がってるっていうのがやっぱり人によって違うのが楽しいです、はい、研修所時代の作品が今も残っていました。これは最後の方の卒業制作の時に作ってた作品です。ここで当時並べていましたね。カゴ持って収穫みたいな感じでしたね。たくさんありました。ここは当時の思い出が残る原点とも言える場所。彼は今勤めていた九谷焼の窯元を辞め、作家としての道を歩み出そうとしています。やっぱり自分でやりたいことっていうのがありまして、それをやっていくためには勤めながらだとちょっと難しかったので、辞めて自分で頑張っていこうと思いまして、使うだけじゃない置いとくものとかとか作ってみたいです。食器とかじゃないオブジェとか、自然に溶け込むようなものとかを作ってみたい感じです。茶碗祭りでにぎわった九谷焼の里、その片隅で若いエネルギーが今年もあふれていました。